皆さんこんにちは。薬日本堂漢方スクール講師の原口と申します。今日は皆さんにツボと経絡のお話をしたいと思います。話し始めると長くなるので、今日はかいつまんでこの気・血・水ってものに関してお話をしますね。私たちの体にはこの気・血・水ってものがあって、私たちの体を動かしていると思ってください。自動車と同じです。自動車も運転手がいて、ガソリンがあって、そして燃え尽きないようにラジエーターがあって、エンジンオイルがあって、そして動いてますね。私たちの体には気、見えないけれども私たちの体を動かすエネルギー、それからこの血、私たちの体に栄養を与える物質、そして水、私たちの体を潤してくれている物質があります。この3つの物質がきちんと定められた量があって、そして私たちの体を巡っているということが健康の秘訣です。ここが渋滞してしまうとどうなるか、いろんな不調が出てくるということになります。この滞りがあると、実はダイエットにも関係してくるんですね。ということで、今日はこの気血水を巡らせるツボを紹介したいと思います。あれ、水だけなんか後ろに心液ってついてますよ。それは水が実はもう一つ名前があるからです。でも今日は気血水だけ覚えてくださって大丈夫です。じゃあまずどこから行こうかな。まず、はい、梅雨時になるとなんだか足がむくんだり、それから体が重いなっていう方いらっしゃると思います。そんな方はこの水が渋滞しがちです。そんな時にはこのツボを教えちゃいますよ。水分、はい、これはどこにあるかというとですね、お腹にあります。お腹のおへそから親指幅で1本上のところ、だからこの辺ですね。はい、この辺にあります。ちょっと触ってるとなんか引っ込んだところがあるかも。はい、そこをですね、この親指で優しくキューって 1,2,3,4,5 ぐらい押してあげてください。はい、これを3回ぐらい続けて、1日にですね3回ぐらいやるといいでしょう。この水を分けるっていう水分のツボ、今度はこの気を巡らせるツボについてお話をしますね。はい、この気を巡らせるツボは気分ではなくて気海と言います。はい、この海という字は中国語ではたくさんのものが集まっている場所ですよっていう表現なんですね。なので気が集まっている場所という意味です。この気海はおへそから指幅2本分下にあります。はい、これ正中線にね、水分も気海も正中線上にあります。この辺じゃないですよ。はい、ではこの指2本分下、ここですね。ここはよく最下丹田って言われますよね。私たちが息を吸い込んでそこに落とし込んで、よくね腑に落ちるって言いますけども、お腹に落とし込んだ時に気がたまる場所ですよって言われてます。こちらも親指で、人差し指でもいいですけども、指でキューって優しく押してあげてください。はい、エネルギーが巡ること間違いなしですよ。じゃあ最後に残った血、これは血海って言います。血が集まっているっていう意味ですね。じゃあお腹のどこにあるかっていうと、今度はお腹ではなくて足にあります。じゃあ小道具さん失礼しますね。では足にありますので座ります。どこにあるか、足のどこにあるかっていうと、膝頭のところにねあります。ちょっと大根レッグ失礼しますね。はい、自分の手で膝頭を掴んだ時に、内側の斜め上ぐらいに触ってるとちょっと引っ込んだポイントがあります。これが結界です。ちょっと押してみましょう。ぎゅー、あたたたたた。はい、ここはですね、女性の方はこの結界のツボを押すと悶絶ポイントになりがちです。ということはそこが滞っているということですね。はい、女性の方はこの結界のところを、ツボを1日何回かこう押していると血の巡りが良くなって、もし月経の不調とか、それから月経痛があるっていう方は、はい、それを良くするポイントにもなりますので、ぜひ女性の方は毎日押してあげてください。今日はこの気血水というものについて、それを巡らせるツボについてお話をしてきました。この後も皆さんにたくさんのツボのことをお話ししたいので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今日はこれで失礼します。